どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日はトゥリーオブミューというゲームを遊んでみます。こちら早期アクセス開始が2022年12月2日で、出来たてほやほやの作品です。内容は自動生成される 2D のオープンワールド RPG とのことで、移動や戦闘形式はローグライクのようなマス目を移動していく形のようですね。で、特徴は動画を見るともう移動がローグライク系なのに滑らかに動くという点が挙げられます。まあ、ぴょんぴょんぴょんっていった感じでね、マス目を移動するのではなくぬるぬる動く感じです。で、装備品にはレアリティ設定があるとのことで、ハクスラトレハンも楽しめそうです。あとは早期アクセスのためまだ不具合や未実装部分があるようですが、まあ、そこら辺も踏まえて一体どんな内容なのか早速始めてみましょう。ファクション、どこに属するかみたいな感じですか。お、エルフ、ドワーフ、ミノタウラス、セイティア、これヤギか羊かそんな感じですかね。これヒューマン、オーグ、じゃあヒューマン、これでいきましょうか。さあ現在世界が自動生成中ですね。結構早いかな、生成が。移動は WSD、 そしてマウスを使う。左上、これがレベルで、ライフ、スピリット、マナかな、あと経験値。で、下がホットバー、ここにスキル、それはめられると。右上がミニマップ、敵も見ることができるようだね。あとバフがここら辺に並ぶようですね。まずは移動してみるか。 WSD こんな感じで、ちょっと滑らかですよね。まずは何かと話すと言われてますね。これ焚き火だ。これなんかあんの？お、コンテナ、右クリックで開きますね。これ穴だから進むことはできませんね。時間の概念もあるようですが、空腹とかあるんですかね。おいるぞ、ルームメーカー、レベル60。話す。話すにはこうか。コマンド選択式ですね。なんだこりゃ。Meat and Bones? Once again? なんか手書き風の何か。クエストかな？うん、クエスト受けたっぽいね。This is Mew. 何 Mew って。謎のポエム。コンプリート。あ、これ達成した。経験値を10入しましたね。で、これが対象のステータスかな。じゃあ次は、ジェネラル。それがどっかにいるようだね。お、ここでワールドマップ。どっかに行ける？現在地ここかな。あ、行けた。自分のなんか土地に飛んだ感じですかね。で、人物が何名かいますが、レベル3。会話ができる。200ゴールドで一緒に来てもらうことができるようだね。現在私のお金は？これはステータス画面ですね。装備品が装備できる。なんかあげられんの？あげられますね。何ポイント割り振れんだこれ。力に器用さ。ここまでか。現在ゴールドゼロなんじゃないかなという予想がしてますが。持ってませんね、やはり。で、時刻が夜だからか、ちょっと暗いですね。これはしかし、防具屋ですか。なんか売ってますね。スティック。プライス4。これ買えないの？やはりお金がないから、買えなさそうだね。で、画面下のこれは？ルーントゥリー。ああ、これはスキルツリーですね。いろいろ職業があるようですね。これはファクション。どこと敵対してるか、それが書かれていますね。スペルブックになんかありますね。パンチ。これは素手攻撃ができる。そういう話か。こんな感じで、1に設定してみた。これでいいのかな？クラフト、ここでなんか作れるっぽいですね。
しかしまだなんかレシピは未実装みたいな、そういう風に書かれていましたが、こっち行ける？ここ合ってんのか？本当に食べ物屋かな？今んとこコンテナには何も入ってませんね。仕事、ゴブリンを10体倒してくれと言われましたね。お、外に出ましたね。で、NPC が戦ってる。参戦しよう。あ、倒した。この目玉マークなんでしょうね。あ、見つかったみたいな感じか。よし、これ来た。パンチ。おいぞ。あ、これ負けそうだな、これ。敵強い。あー、ユーデッド。まだレベル3は難しいみたいだね。で、ここに出ましたが、左になんかいるね。クマが眠ってる。あ、この人に話せば、クエストが進むっぽいな。これが報酬？どれか選べて言われてますね。どれがいいかな？ウォーリアで行くなら、この斧にしようかな。インベントリーと、キャラクター画面。ストレングスが4必要。プライス2。これを装備する？これで OK かな？見た目は特に反映されてなさそうですが。これで敵を攻撃してくれるかどうかだね。普通に殴って。ラビット。あいつならいきそうだ。強そうなもんな。こいつだ。待て待て待て。ウルフが来た。2レベル。うわぁ！助けて！なんか毒食らった？出血ダメージかな、これ。ウサギをカロにも狩ることはできない。眠ってる。チャンスだ。攻撃は？結局、パンチで殴ってんだけど。待て！このウサギ、むちゃくちゃ強い。うわぁ！ゴブリン、レベル2。これならやれそうだ。よし。殴れ。いいぞ。ゴブリンは殴っている。待て待て。ゴブリンじゃなくていつの間にか？ NPC を殴ってるぞ。うわぁ！死ぬとこだった。あぁ！いつの間にか、PK を行っていたようだ。あれ？ユーキャンとテルモトヒア。敵対しちゃったから飛べなくなっちゃった。いきなりゲームオーバーじゃないのこれ。ダメだ。一回やり直すか、これは。じゃあ次は、違うキャラクター。ミノタウロス。あのゴブリンやるんだ。とりあえずパンチ。いいぞ。ゴブリン1ならば、勝てそうだね。あ、やったか？やっぱり倒すとなんか逃げますね。でもキルゴブリン。これで1位になりましたね。そしてドロップ。お金だ。やった。うん。一定時間経つと徐々に回復してますね。あぶね！またギリギリだ。お、報酬に指輪。マジックの指輪。あと槍ですが、どっちが性能がいいんだこれは。アイロンリング。これは、アタックスピードアップ。さらに、インクリーズドアーケンダメージ。魔法攻撃。それと、ホーリーダメージ。がアップする。多少。他には、スピア。この槍の方が、多少振りは早いですね。こっちに変更するか。あ、二刀流は可能だ。しかし二刀流は可能でも、攻撃は？パンチができなくなりましたね。あ、武器によって、これ、スキルが設定されていたんだ。なんだ。それ早く言ってくれよ。これで戦闘が楽になるかもしれませんね。他には、スキルポイント1割り振れますね。どれを取るかですが、これは魔法使い用かな。アーケンボルト。ネクロマンサー。仲間呼べんのかな、これは。あと、シャーマン。槍系の技を扱いそうだね。それとパラディン、スマイト。とりあえず一番上のウォーリアー。これ上げてみようかな。フィジカルダメージアップ。これはクラッシュボーン。これがスキルなのか、パッシブなのか。まあ、これにしてみるか。よし、あいつやろう。来い、ゴブリン。まず相手をね、ターゲティングしないと、攻撃ができませんね。
で、スキルだから、スピリット使ってるかな？マナゲージ。しかし二刀流だから、ガンガン攻撃できる。おお、やった。戦闘がリズミカルになった。これは何かの草かな？で、これはポーション。スピリットポーション。これは剣ですね。それと、ミートスープ。この剣は装備できないのか？器用さが足りない。これは小刀系ですね、おそらくね。で、これ食べ物かな？ライフは回復する。スピリットも回復する。あとはレベルが上がったので、さらに割り振りましょう。なんか気のせいか、ステータスが上がってるような感じするんだけど。装備品によるものか、もしくはレベルが上がったことで、得たのかどうか。ちょっと狙われたので、攻撃しよう。おう、レベル2のインプでも倒せる。感動だ。敵が倒せると面白い。こいつやれるか？いいぞ。味方と一緒に殴りましたね。どんどん回収できるよ。しかしインベントリが今んとこね、小さいという話ですね。コンテナを活用しないと、アイテムがすぐにいっぱいになってしまうと。このリングも装備できませんね。しかし10アタックスピード、これ効果高いよ。この剣は装備可能になりましたね。これに変更してみるか。槍の代わりに。で、技は、あ、これ技ですね。クラッシュボーン。この技は、ダガーでは使えませんね。インプ3レベル。早速、3のスキルを使ってみたが、どうかな。まあ、大ダメージ与えてようだね。さあ、横からちょっかい出して、レベルアップ。お、こいつなんかいろいろ持ってますね。魔法使い装備一式だ。早速奪った装備を身につけますか。これの身なりは、あ、キャラクターにも反映されてますね、ちゃんとね。杖に、これなんか本ですね。一応武器扱い。魔法も使ってみたい感じあるけど。なんだ？争ってるぞ、こいつら。どうしたんだ？何が起きたかわからないが、死んでしまった。で、これの不要品は売れるのかな？街で。ちょっと売ってみるか。そしたら夜が長いな、ここな。杖を売る。売れないもしかして。あ、売れた。いくらで売れたんだ、今。売り値は9か。で、リングも買うことはできますね。盾。盾は必要かな。こちらは、マジックの盾。で、こっちも高いんだよね。あ、これレアだ。黄色だから。スイートパイ。なかなかうまそうだが。どんどん食べるか。おう、こんな感じで、回復するんだね。インプレベル4。いざ勝負。やれるぞ。さらに、新たなローブ。装備はできないが、売り値が高い。53。このパンツは良さそうだが、戦士用の装備がなかなか手に入りませんね。ここはポーションが売ってるようですが、ちょっと高いな。不要品を売るか。売りたいが売れませんね。対象のお店じゃないと売れないのかな。何でも売れるというわけじゃないのか。ああ、売れるものは、そのお店によってね、やっぱり違うっぽいですね。で、ここに今18って書いてありますが、これはここで売れるという意味かな。多分そうだろうね。売れましたね。なるほど。とりあえず拾ったアイテムをどっかに保存しておきたいですね。ここら辺使っちゃっていいのかな？コンテナ。こんな感じで入れておきましょうか、じゃあ。捨ててしまった方が良いのかもしれませんけどね。クラフト。実はなんか作れる可能性ある。なんかマインクラフト形式みたいにも書かれていました。ちょっとわかんないね、やはり。レシピがないと。ゴブリンレベル4。こちらから逃げ出しますね。レベル差があると敵は逃げるのかな。貴様も倒してやろう。多いな、数が。一回離れるか。これあれか。うん。
狼の死体からなんか採取してますね。ルートがないかと思いきや、肉やら爪やら骨やらで残り皮を3つしようとしてますね今んとこ。あーレベル6になったらここら辺取れるようになったかな。これはスキルですかね。スワップスタンス、なんか2つの構えを変更できるのかな。お金が結構貯まったのでなんか雇ってみましょうか。レベル5 200G。 あ、ここに仲間が表示されてますね。装備品は、装備品は変えられないのかな。とりあえず2人いれば100人利益なので一緒に戦いたいが戦ってくれませんね。誘導する必要あるのかな。ローグライフと同じようにね。ゴブリン。よしぞ。あ、待て、戦ってくれてるけど。死んだ？あ、生きてる、よかった。一瞬やられたように見えたけど、ゴブリンのライフでしたね。まあ、うまく誘導すれば、一緒に戦ってくれると。おお、二人力だ。レアのネックレス。これは性能が高いな。ネイチャーダメージ。味方もレベル上がってるかな、これ。マップはかなり広そうだね。ここが初めの街で、現在地はここ。じゃあ次はこれ、スワップスタンス。現在ディフェンシブスタンス。銃のパリーチャンス。もう一回押してみると、現在はアグレッシブスタンス。攻撃速度アップ。ああ、こうやって切り替えられるんですね。では良いところですが、本日はここまでにしましょうか。今回は 2D のオープンワールドハクスラ RPG Tree of Mew を遊んでみましたが、うん、これは思っていた以上にハクスラゲーになっていました。もう戦い方を覚えてからはガンガン狩りまくって、で装備品を回収する楽しさがもう確かにありました。で、唯一ちょっと夜の時間帯、暗い時間が多いかなと感じましたが、まあ、松明やランタン、そういったアイテムがあるのであれば、この問題は解決しそうですね。ではこちら、早期アクセスということで、今後どんどん要素が追加されていくものと思われますが、価格は現在1000円ながら、もう相当面白い内容だったため、気になった方は、ぜひ購入して遊んでみてください。実況は、たまちゃんでした。